今回は、用水路を泳ぐ鯉の姿を見た外国人の反応です。日本には、用水路を鯉が泳ぐ光景を見られる場所が多数あり、宮崎県日南市、山形県金山町、島根県津和野町、岐阜県飛騨市、長崎県島原市など、日本の古い町並みが残る地域に多く見られます。用水路を鯉が泳ぐ光景は、海外サイトでもたびたび紹介されているのですが、外国人が特に衝撃を受けているのが、流れる水の美しさ。清潔な日本ならではの光景だと考える方が非常に目立ちました。こんなの日本でしかありえないでしょうが、私もすごいのはすごいと思うよ。だけど日本なら驚く必要はない。ははこんな国に魅了されない方がおかしい。だって日本の清潔さってすごいもん。あの国ならこういう光景があってもおかしくないさ。おとぎ話の世界が地球上に実在したのね。日本の環境意識と文化から学べることは本当に多い。日本は常に私たちの想像を超えてくるね。日本はイメージ通り綺麗で清潔な場所なんだね。おお、ジャパン、本当に尊敬に値する国。来年日本に行く予定なんだ。あの国の清潔さを自分の目で見てくるよ。これが用水路って本当意味がわからない。彼らはイスラム教徒よりもイスラム教徒的だと思う。日本の清潔さは相変わらず素晴らしい。俺の国だと用水路にアナコンダがいるからな。日本、やっぱりあの国はすごかった。あの透明度はおかしいって。あそこで日本一風呂浴びられるじゃん。何がすごいって鯉を盗む人がいないことじゃない。日本人は常に日本人ですね。尊敬します。俺の国で数年以内にお目にかかれることはないが、少なくとも政治なるものが存在してる限りは。日本の水質って世界トップじゃなかったっけ。まずゴミを捨てる人がいなくならないと。僕の国じゃ10、20年後くらいになるかな。俺は驚かないよ。だってさ、こういうのが日本じゃん。だろう？